はいこんにちはレトスのおのです7月30日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます今年の合格を目指す短期集中実力アップ講座の募集終了まで残り1日となりましたまだ試験まで2ヶ月ちょっとありますのでこの2ヶ月ちょっとで実力を上げることは可能です 理解をしながら学習をすれば、その分実力を上げることができて、合格に近づきます。今年絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座をご検討ください。短期講座については、この動画の下の概要欄に内容のページの URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A 所有の建物につき、A を売り主、B を買い主とする売買契約が成立し、 移転登記後引き渡し前に地震により建物が滅失してしまったこの場合両者の席に帰することができない場合飼い主 B は売り主 A からの代金の請求を拒むことができない丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは×、えー、ですね飼い主 A は売り主 A からの代金の請求をこれ拒むことができます 契約が成立して引き渡しをする前にどちらの責任でもない自由、まあ、今回でいう自信ですねこれで目的物が滅失した場合っていうのは飼い主っていうのは代金の支払いを拒絶することができるんですねこのどちらの責任でもない自由っていうのがここの部分です両者の責任期することのできない場合ここの内容ですねこれちょっと分かりづらく書いてあるんですけども両者売り主飼い主の両者ですね両者のどちらの責任でもないような 理由が原因っていうことです。今回言ったこの地震ですね。地震によって建物が滅失した場合って話です。この場合、飼い主 B 責任ありませんので、売り主 A から代金の請求があったとしても、それを拒むことはできますよと。まあいう話ですね。これ改正民法の内容でございます。で、この点については実は関連ポイントがあって、一緒に覚えていただきたいものがあるんですね。なのでこの点については短期講座で解説させていただきます。 あの本試験で取材されてもおかしくない部分なんでこういった部分を一緒に頭に入れていくってことが効率的な勉強なんですね一つだけ頭に入れたとしてももう一方が頭に入っていないともう一方が取材されたりするわけですよまた別々に覚えてしまうとその関連性っていうものが分かっていない状況なので混乱の原因にもなるんですねなので関連するポイントっていうのはちゃんと一緒に勉強するってことをぜひですね日頃の勉強から行ってみてくださいで問い2ですね えクーリングオフに関する問題です。でえ、クーリングオフ入る前になんですけども、まだえこの動画のチャンネル登録してない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンですね、そちらを押していただいて、チャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。宅建業者でない飼い主から、クーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、 この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売り主 A が手付金を受領しているとき、A は手付金から違約金を控除して返還することができる、ルか×かという問題です。今回、売り主 A は、宅券業者とは書いてないんですけども、宅券業者 A と考えていただければと思います。 で、答えはツです。クーリングオフによる契約解除では、違約金とか損害賠償請求っていうのはされないんですね。つまり、売り主 A っていうのは、宅建業者でない買い主に対して、違約金を請求したりとか、損害賠償の請求とかってできないんですね。手付金をそのまま返さないといけないということです。手付金をそのまま全部返さないといけないと。 いうことですです今回問題文は手付金から違約金を控除して返還することができるとなっているのでこの部分が誤りだということですねで控除してこれの意味なんですけどもこの意味、えー、分かりますでしょうか控除してとていうのは差し引いてっていう意味なんですねつまり手付金から違約金を差し引いて返還することができるって書いてあります 例えば、手付金100万円預かって、違約金が30万円だったと仮定したら、問題文の内容だと、A は100万円から30万円を引いた70万円を返還すれば OK だっていう風になるんですね。でも、これは間違いで、違約金、これ控除することできません。違約金請求できませんので、手付金100万円をそのまま飼い主に対して返してくださいねと、返さないといけませんよっていう内容です。 で3番ですね。防火地域内または、純防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造によるものについては、その外壁を臨地境界線に接して設けることができる丸か×かという問題です。え答えは丸ですね。防火地域内とか純防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造のもの。つまり、燃えにくい構造なんですよね。外壁が。そうなっている場合は、 その壁について、臨地境界線、つまり隣の土地との,この境界線に接して、つまりギリギリまで近づけることができるんだと、まあ、いうことなんですね。で、ここでちょっと思い出してほしいルールがあって、それは民法なんですよ。民法では、建物っていうのは、臨地境界線より50センチ以上の距離を置いて建てなければならないんですよね。これ矛盾してますよね。民法では50センチ離せって言ってるのに、建築基準法では、 境界線ギリギリに接して儲けていいんですよと言ってるわけですよ。で、これどうなのと。これどっちが適用されるのというと、これは建築基準法が適用されますで。民法っていうのは一般的なルールであって、個別具体的なルールっていうのは建築基準法で定めてるんですね。だから個別具体的なこっちを優先するんですよ。だからまあ今回の場合で言ったら境界線ギリギリに接して儲けることは可能だということになります。 まあこのようにつなげて考えることができれば、あ、そういうことなのかってなりますよね。で、この感覚が脳を刺激して頭に入っていくんですよ。この感覚をぜひ短期講座で多くのポイントで体験していただきたいんですね。そうすれば実力が上がるのも当然なんですよ。なんでこのように理解をしながら勉強したいという方はぜひ短期講座ご検討ください。そして短期集中実力アップ講座の募集終了まであと1日となりました。 効率的な勉強ができれば今からでも間に合いますまだ実力は上がっていないでも今年絶対合格したいっていう方はぜひ短期講座をご検討ください今からでも実力を上げることは可能です短期講座についてはこの動画の下の概要欄からご確認いただけますのでご検討ください今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした